はい、どうも、ととのると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょうというわけで、こちらコメントでコースリクエストをいただきました。マグマの熱々スピードラン60秒クリアズ 0.63% やってまいりましょう。なんかすごい自信作ができたようですので、遊ばせていただきたいと思います。なんか時間は余るって書いてあったね、なんかね。確かに制限時間50、あれ ?50 秒あれタイトル60秒なのに50秒だ。そうなんだ。制限時間60秒で、ベストタイム49秒なら、そんなにシビアじゃないなと思ったけど、制限時間50秒じゃん。じゃあタイトル間違ってんのかな。まあでも5秒ぐらい余るということだったので、多分そんなにタイムがシビアではないのかなという。はい、速壁キック、ああ1、2、カン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 、オーケー、ドカン入っていきまる。ここまでで15秒ぐらいがやっと経過した感じで、ここの隙間は確実に入っちゃいけない隙間だと思われまして、しゃがみジャンプくるんで OK。 まあまあここら辺は割とそんなに難しいギミックというよりは、割とスピランの、ああちょっとここ走んなきゃダメだ、スピランの基本的なギミックばっかりだから、まあまあ慎重に行けばいけんことないかなという感じで、まあまあ時間5秒ぐらい余ると書いてあったけど、今回さすがにちょっとロスが次、あ、この右に出てくるならば壁キックをすぐにやって土管に戻って、これですぐにお求めに帰れるから、意外と短めのコースの可能性が、罠じゃん、このファイヤー罠じゃん。そういえば最近ちょっとですね、コース募集について、ちょっと悩んでることがありまして、というのがどうしてもね、コースリクエストをいただいてから動画にさせてもらうまで、いやというかそもそもコースリクエストをいただいてからプレイさせていただくまでが、まあどうしてもちょっと2週間ぐらいの、間隔がちょっと今できてしまってまして、まあこれ前からっちゃ前からなんだけども、まあやっぱりいろんな方から結構コースリクエストいただいてるので、まあ順番もありつつ、あと一個ちょっと言っときたいこととして、やっぱり同じ人のコースばっかり毎日毎日やってると、ちょっとなんかエコひいきしてるみたいになっちゃうので、基本的に1回コースプレイさせていただいた方に関しては、その方のコースは別のコースであっても、ちょっとまあ1ヶ月ぐらいは置かせていただいてるので、そこだけはちょっとご了承いただけます、幸いでございます。そう、同じ人のコースはちょっと間隔空けようかなとか、いろいろいろんな調整がちょっとありますので、ちょっとだけ遅くなっちゃってるのは申し訳ないんですけれども、まあコースリクエストはいつでも受け付けております。というわけでご参加ありがとうございました。コースリクエストは動画のコメント欄などからいつでもお待ちしております。というわけで本日もマリオメーカー2やってみましょう。いいですね。上から下へ降りて3段ジャンプ、さあやってまいりましょう。上から下に降りて3段ジャンプということは、おそらくオッケー、きた。ワンツー、これをちょっと待って、ミスったさあやってまいりましょう。ワンツーカン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 、オッケー。これ壁伝ったらダメだから、壁伝ったら3段ジャンプと、うわ、オッケー。このキノピオが両腕をね、この肩の高さにキープしてるときって、3段ジャンプが一応ね、これ継続できてるんだよ。今一瞬伝わらんかった、大丈夫か、セーフっぽいな。オッケーオッケー。てかごめん、ちょっとごめん。はい、オッケー。はワンツーサン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 、オッケー。3段ジャンプ継続しております。3段ジャンプ今継続しております。大丈夫です。はい、クン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 、ちょっと待ってよ。このでちょっと手前から行くわね。ちょっとじゃあ、なんなんだよちょっとさ、いやわかんない、自分の動画見てくれてる人がどのぐらい他のマリオメーカー実況者の動画を日々見てるかはちょっとわかんないとか、人によると思うんだけど、このコース見たことないここのでも隠しブロックは見たことないんだよな。でもここまでのこの配置なんか見たことあるんだよな。いや自分も一応他の実況者さんの動画とか、まあちょいちょいチェックしてるからさ、あれ見たことあるな、このコース。ただ、見て、一番左のさ、このクリアタイムのとこ、ベストタイムのとこ、何も数字が入ってないでしょ。だから、このコース一応クリア者今のところいないんだよ。クリア者がいないコースを期待のコースから見つけてやってるんだけど、あれこのコース、でもなんか明らかにこれ見たことあるな、このコース。まあまあいいや。ちょっと待ってよ。伝っちゃったね。ちょっと待って、一回ミスっちゃったから、普通にここまで来たけど、ここ、どうなってんのここ。ここの一マスだけあるってこと？隠しブロックが。ちょっと待ってよ。これだけね。そこだけあるんだ。
オッケー抜けた。なんかそこの一マスさえ抜けちゃえばいけるってお話なんだね。オッケー、いけました。オッケー、一番乗り、で一番乗りでさ、はい、一応一人目のクリア者になりましたけれども、これよこれ上、あれタイトルも一緒だね、これ上から下へ降りて三段ジャンプ。さあ、そして問題のこちらのコース、まあここら辺の配置は同じに見えますね。さあ、というわけで土管を、いや、自分基本的にね、あんまり他の実況者さんがやってたコースっていうのは、まあやらない、まあやらないようにしてるというか、あんまりそういうコースの探し方をしてないというか、普段自分期待のコースからぐるぐる回って気になったコースやって、あとコースリクエストいただいたコースをやるだけだから、まあ基本人と被んないんだけどね、コースは。まあでもこのコースあれだ。制限時間だ、制限時間。制限時間が300秒あるから全然気にしなくていいんだけど、さっきやってたコース制限時間が40秒しかなかったから、めっちゃそこの時間がきついのと、最後に隠しブロックが追加されてるよっていうのが、違いでございました。オッケーっすいやー、でもす、一文字違わず同じタイトルだね。足をつけるなよな、足をつけるなよな、概要欄まで一緒かいだからこのコースかなと思って遊んだら、最後に隠しブロックがあるという、まあそういうコースなんでしょうねはあ、なんだこれ。レスピードラン300秒、クリチェ1ヶ月かかった鬼畜スピードランです。はあ、クリア率が250分の0。やってまいりましょう。コインをすべて35枚取ってからゴールということですけれども、作ったご本人がなんとクリアチェックに1ヶ月かかっている。ほう、早めに飛んだらいける。これはこうで合ってんのか？土管入れたりする？入れない。こっちの土管も入れはしないみたいですね。ちょっと待ってよ。ここの多分、ジャンプが、めっちゃギリギリで作られてるように思えるけども。これは土管で合ってんのかな？まあ、どの道コインが全部いるから、これ土管入っていいんかな？ここコイン取ってった方がいいんかな？まあ、とりあえず進もう。とりあえず進んで、この先がどうなってる？なるほど。一気に全部出てくるわけじゃないから、一回ちょっと落ち着いて、ここ、こう行きましょう。これ、スピードランだったよね、タイトル。だとしたら、結構あ、ミスった、ミスった。なんかあるね。あのドクロに、リフ、ドクロに乗ってドアに入れってことか。まあ、だから多分、おとなしくこれ乗っといて、どれ？あ、ちょうどこれでいけたんじゃない？で、うわぁ！これ、ドクロは別にどれでも多分いけるよね。オッケーオッケー。で、ちょっと待ってよ。はい。はい。オッケーオッケー。さあ、これで土管で表面に帰れて、ここでもうゴールなんだ。なるほど。じゃあ、ここは最終的に苦労しちゃったんですね。ほんじゃ、まあ、こっちですか？ここのドアがどこに繋がってんの？ほんで。あー、なるほど。これ急いで、これをコインを集めつつ、デカ状態で、で、ここ食らいながら、バネを使った勢いで、ここに行っちゃえばドアに入れて、このドアが、スタート地点に帰ってくるって、そういうことなんだ。なんかすごい独特なコースだね。ほんで、これ、このドアから出てきたら、ここバネがないから、バネを使って飛んでいけないんだよね。ちょっと待ってよ。はい、トントン、トン、トン、トンで、トンで、トン、トン、トン。オッケー。で、ここで一回止まって、これを、これむずいな。ちょっと待ってよ。オッケー、オッケー。で、ここもちょっと慎重にこれを取っといて、これで数足りるんかな。ああ、これで、ああ、ゴール条件いけるんだ、これで。オッケー。あ、これさ、もうゴールなんじゃないの？そしたら。これでこうなって。ここは慎重に下に行ってる時にこう行けば、オッケー。あ、そんな難しいコースではなかったという印象でございますけれども。1ヶ月かかったというのは本当なのか嘘なのか、どうなんでしょうか。